はい、おはようございます。ケンズキャンプ TV です。今日は非常食でバロッコ生活、13日目となっております。ちょっと最近ね、いい天気が続いてるんですけど、雪が降るなんていう予報もありますんでね、近々もしかしたら雪の中の、まあ、車中泊みたいな感じになるのかなっていうイメージなんですけど、まあまあまあ、楽しんでやっていこうと思います。それではね、早速今日の朝ごはんがこちら。はい、こちら大西のわかめご飯です。最近ちょっと朝食でよく出てくるこの大西の、ご飯シリーズなんですけども、今日はこちらのわかめご飯を食べていこうと思います。はい、確か大西のあのわかめおにぎりはね、結構最初の方、シーズン1の最初の方に食べたんで、まあおそらくそれに近いお味だと思うんですよね。はい、まあこちらと、いつものお味噌汁、これを作ってね食べていこうと思います。はい、じゃあ、わかめご飯の詳細見ていきましょう。はい、じゃあ大西のわかめご飯ということでね、こちら12食の味が全て1個ずつ入ったセット、12個入りで3480円で購入しました。一つ当たり290円でございます。はい、パッケージはねこんな感じです。なかなか絵の方もね、あのわかめご飯美味しそうですね。こちらもね、水でもお湯でも作れることができます。スプーン入りで画期的なパッケージですね。はい、賞味期限の方は2023年の3月ということで、およそ5年ちょっと持つというね、素晴らしいものになります。はい、わかめの旨味と柔らかな風味ということでね、非常に美味しそうな、ものになりますね。あの学生の頃よく行ってたあのしゃぶしゃぶのお店とかはね、まあ白ご飯もあるんだけどわかめご飯もあって、まあしゃぶしゃぶをわかめご飯で食うみたいなね、よくやってたのを思い出しますね。はい、裏面はこんな感じです。はい、今回の作り方は中から脱酸素剤とスプーンを取り出して、底を広げてお湯を入れて混ぜて待つと、これだけで完成します。はい、じゃあ原材料表です。はい、アレルギー表、注意点です。じゃあお湯できてますんで早速ねこちら中開けていこうと思います。じゃあこれね取り出していきますね。で底を広げます。はい、中はねこんな感じよーし。はい、あとはまたこちら15分、放置で完成となります。はい、完成間際になったらお味噌汁作っていきます。今日はわかめご飯&わかめ味噌汁ですね。はい、じゃあ待っていきます。すいません、ちょっと取れてなかったんですけど、お味噌汁の方を作りました。では、わかめご飯の方もね見ていきましょうか。じゃあオープンします。オープン。はい、あーいい感じ。はい、わかめご飯ができました。どうですか、かなりうまそうじゃないですか。これ絶対うまいよな。今日はわかめ尽くしの朝食ですね。はいはい、こんな感じでふっくら出来上がりました。それじゃあね、こちら食べていこうと思います。それじゃあ早速ね、わかめご飯の方からいただきます。お、これはうまい。うん、やっぱりあのシーズン1で食べたおにぎりに近い味ですね。まああっちの方がちょっとこう水気が多い感じだったんですけど、うん、こちらちゃんとご飯になってますね。うん、うまっ。これは味噌汁に合いそうだ。うん、これ食べて、あったまる。このコンビいいな。うん、うまっ。何度かちょこちょこ言ってると思うんですけど、非常食全般でこうご飯系かな、特にこう味がやっぱこうシンプルに作られてる感じですね。うん、なんか個人的にはね、ここにあの白がゆの時にあったあのパウダーの塩、うん、あれ入れてくれたら最高でしたね。あのやっぱわかめご飯ちょっとしょっぱいというか塩っ気のある方が美味しいんで、まあその辺はこう各個人で調節しながらこうね塩かけて食べれるみたいにしたら、これはねわかめご飯最高だと思いますよ。はい、
ぜひあの塩をこれにつけてください。お願いします。はい、ごちそうさまでした。まあ個人的な意見ですけどね、あの塩があったらもう完璧だったと思います。今日の朝食はなんか美味しかったな。はい、元気出ますね。うん、じゃあ今日もね着替えて仕事の方に行ってまいりたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということでね、今日も、お仕事終わりまして、お風呂の方済ませてまいりました。はい、今日で13日目の夜ということでね、やっていきたいと思います。まずは、お昼に食べたパンの、方の感想からねいきたいと思います。今日食べたパンがボローニャのチョコレート味ってことですね。食べていきました。お味の方はあのやっぱりこうチョコレート系ってもうめっちゃ甘いっていうのはないんですかね。多分こうほのかなこうチョコの甘みとこうパンのもうバターとかのそっちの甘みって感じの、一品でしたね。はい。まあでもボローニャのパン自体がもうそのなんだろうなクロワッサンみたいな、まあちょっと違うんだけどね、そんなにあそこまでふわふわしてないんだけど、ああいう層になったパンなんで非常に美味しいですね。僕的にはそのパン自体がね、うん。で味付けがまあチョコ風味みたいな、でもチョコパンってそんなもんなのかな。まああんまりこうチョコが練り込んであるパンっていうのを食べてないんでわかんないんですけど、うん、まあそうだよね。うん、チョコがそのまま入ってるわけじゃないから、まああんな感じかな。うん、チョコ風味の美味しいパンでしたね。はい。まあ個人的な感想で言うと、でもチョコの味は、あの今まで食べたパンのチョコの中では、強かったのかなと思います。はい。お昼はこんな感じでした。それではね、今日の夕飯の方に参りたいと思います。今日の夕飯がこちら。はい、こちら安心米海鮮おこわと五目野菜豆です。ということでね、このアルファ米安心米の海鮮おこわとですね、これ山陽のおかず缶セットの中の一つ、たっぷり五目野菜豆ということで、まあお豆の缶詰ですね。はい、これを食べていこうと思います。まあ海鮮おこわって書いてあるんですけど、まあ絵を見る限りは、なんかピラフみたいな風にもまあ見えるかなっていう感じ、ここの絵がね。はい。あとはお水と、醤油せんべいですね。はい、これも食べていこうと思います。はい、こちらの安心米海鮮おこわなんですけども、イコールで243円で購入しました。パッケージはねこんな感じですね。まあ、ちょっと簡単に作り方が書いてありますね。まあ水とお湯で、どちらでも作れますよっていうことですね。はい。ここにもなんかいろいろと分かりやすいこと書いてありますね。災害時アウトドアとかね、長期保存、水、お湯、カロリーにスプーン付きという感じになっております。これ絵見る限りさ、ほらピラフみたいじゃないですかね。なかなか美味しそうですよね。はい。そして裏面はこんな感じです。まあ、これ作り方書いてありますね。中身に取り出して、お湯を入れてよく混ぜて放置と、これだけで作ることができます。容器もスプーンも、いらないというか、これがねそのままなりますんで OK という感じでございます。あとは原材料表ですね。はい。それからアレルギー表です。で賞味期限はこちらですね、2022年の12月と書かれております。まあおよそこれも5年ぐらい持つということになりますね。はい、すごいですね。こんな感じです。アルファ食品株式会社さんの海鮮おこわでございます。次、はい、次がこちら山陽の今夜のおかずシリーズですね。こちらの、五目野菜豆ってことになります。はい。パッケージはこんな感じでございます。缶切り不要の缶詰でございます。はい。お値段の方は、6つのお味が2缶ずつで計12缶入り、合計が3176円で購入しておりますので、1缶が264円ということですね。はい。
じゃあ原材料がこちら、賞味期限はこちらですね、2021年の3月と真ん中に書かれておりますということで、これ3年と3ヶ月持つという感じですね。いや、非常に長持ちしていいですね。はい、それではね、早速こちらのお米開けていきましょう。よいしょ。はい、まあ中はね、こんな感じになっております。まあいろんな具材入ってますね。はい、脱酸素材とスプーンを取り出しましょう。こういう感じでがっちり底を広げて、立つようにしておきます。これをよく混ぜていきます。うわ、なんかシーフードヌードルっぽい匂いしない？これ。うん、ちょっと違ったかも。そしたら、チャックを閉めて15分このまま放置していくような形になります。はい、じゃあこちらね、時間経ちましたので、開けていきたいと思います。オープン。おー、どうですか？結構色とりどりというか、美味しそうですね。ちょっと上の方、あれかな？ご飯まだ硬いところあるかな？まぁ、ちょっとエビとかね、ワカメとか、グリーンピースが見えると思うんですが、こんな感じのご飯です。はい、こんな感じですね。なかなか美味しそうな感じですよね、これ。はい。楽しみでございます。ちょっとエビがなんか保存用にね、色がちょっと茶色かかってますが、食べてみたいと思います。それからこれね、山陽の五目野菜豆、開けていきたいと思います。こんな感じのお豆が入っておりました。どうですか？これもなかなかの美味しそうなね、感じですよね。はい、豆だけじゃなくてやっぱりね、いろいろなお野菜が入っております。健康的で良さそうですね。はい、それじゃあね、これ食べていきたいと思います。それじゃあいただきます。さあ、まずはこの海鮮おこわからね、いただきましょうか。あ、確かにちょっともっちりしてるのかな、おこわだから。じゃあいただきます。うん、お、うん、なんかね、優しい味ですね。あ、うん、やっぱエビとかが口に入ると味がしっかりしますね。美味しい。あ、これうまいな。基本的にシンプルな味だと思います。はい。まあ薄味って感じですね。だけど、このエビですね。エビが非常にいい味をしてまして、まあ、口に入れると、こうやっぱこう、塩味っていうかね、美味しい味を感じますね。うん。うまいんじゃない？これ。うん。次、お豆、いただいていきたいと思います。うわ、これはうまいだろうな。うん。うま、これ。これそのまま開けて食べれるというんですよね。まあちょっとこう甘めに作った、まあ五目野菜の、まあ豆煮みたいな感じですよね。これ好きだな、美味しい。うん。椎茸に味が染みててめっちゃうまいっすね。うん。豆じゃねんか言ったんじゃけど。豆も美味しい。うん。ほんのり甘くて。はい、ごちそうさまでした。いや、今日もね、かなり美味しかったですね。もう、海鮮おこわっていうところでね、まあ、ピラフっぽいかなと思ったんですけど、優しい味というか、シンプルな感じの味付けでしたね。このお豆に関しては、もうまあ、こっちの方が味が濃いんで、まあ、甘くて美味しかったですね。はい。ということで、歯を磨いてこようと思います。はい、ということでね、今日も、就寝しようと思うんですけども、まあ、正直、車中泊自体が、まあ、今日と明日か。明日で2週間ということになるんで、まあ、ちょっと食べてばっかのレビューになっちゃうんで、車中泊の状況とかもちょっと説明していきたいなって思ってたんですけど、一応現段階では、FF ヒーターのベバコン、動画にしましたけども、
こいつの活躍のおかげで夜は一回も起きません。はい、いわゆる暑くなりすぎなくて、こう目が覚めないということですね。この点はやっぱね、ほんとすごい、つけてよかったですね。まあこの辺のね、温度検証っていうのはまた後々やる感じになっちゃうんで、現段階でちゃんと26度でここの環境が整ってるかわからないんですけど、まあちょっとその辺はね、かなりこう僕の生活に貢献してくれてる、アイテムになります。はい、これすげえ便利ですね。うん、あとは毎朝これ仕事でこの車使うんですけど、まあ寝て起きるとね、どうしてもこの湿度っていうんかな、はい、発生してて、フロントの方が水滴がすごいついてる。うん、夏場は結構こう拭いて終わる感じにしてるんですけど、冬場で、まあ最近はね、朝スタートにして寝てるからいいんだけど、これ朝FF が作動してないと、フロントの水滴がその水滴の形のまま凍ってるということで、まあ拭けないというか、もう凍っちゃってて拭けないんで、ヒーターで地道に温めて出発する感じになっちゃうんですよね。なのでまあ朝、つけるようにしてね、いつも寝るようにしてます。今日もじゃあね、セットしましょうか。はい、じゃあ今日もね、セットしました。これでね、まあゆっくりと寝たいと思います。まあ冬の車中泊のね、まあこんなことがありましたみたいのもね、ちょこちょこ紹介できればなと思います。今日はね、寝起きの、フロントガラスの水滴編、まあ結露ですね、編でした。はい、では、13日目終わりにします。ご視聴ありがとうございました。おやすみ。よいしょ。